皆さんこんにちは。それでは続きをやっていこうと思います。良言の日という例えもあるように、伸びの勢いは大変なものです。乾燥した草原で伸びに追われると瞬足の野獣でも逃げ切れません。さてあなたなら逃げ延びることができるでしょうか。今回は77幕細長い島の火事という話です。ある男が細長い島にいた。島は南北に長さ1キロ、東西はわずか100メートル。日照り続きで島中の草が乾いている頃、島の南端で火事が起きた。火は島の幅いっぱいに広がり、男に向かってくる。サメがいるため海には逃れられない。砂浜もなく、島は崖に囲まれている。どうすれば火から逃れられるだろう。うわー、これ実際にあるのかな、こんな細長い島。長さ1キロ、東西はわずか100メートル。島というより、なんだろうね、島って言えるのかな。まあやっていこうか。うん、いや無人島でしょうね多分。どうすれば火から逃れられるだろう。男雨乞いとか持ち物なんか持ってたかな。ライター、男の持ち物にライターはあった。お、はい、男はライターを使って何かを焼きました。焼いたもの、自分自身、食料、石。ライターで焼いたのは石だった。いいえ、火で火を消すみたいな感じのことをしたんでしょうかね。焼いたもの、草。ライターで焼いたのは草だった。おお、はい、男はある場所に生えていた草に火をつけました。焼いた場所が出てきましたね。これ残り1個見つけるの大変なパターンやん。これもう焼いたものからはもうなんか何も出てきそうにないね。じゃあ焼いた場所、焼いた場所には上昇気流ができた。関係ありません。関係ないか。確かに上昇気流ができましたが関係ないようです。男、焼いた場所は男の北側だった。あ、なんだこれ、一つのやつから連鎖するパターンですか。はい、炎は男から遠ざかるように燃え広がり、焼け野原を作りました。南端で火事が起きて、で北側を焼いたんでしょ、ライターで。焼け野原、焼き芋とかある。のろし、焼け野原からのろしが上がっていた。いいえ、焼け野原は安全だった。火が迫ってくることもありませんでした。焼け野原は暑かった。あ、そりゃ、あ、でも燃えてるとこと比べると暑くないのかな、はい、まだ熱は残っていましたが炎は消え侵入することができました。でもなんで男の人はこういうところにいたのかっていうところがね気になるんですが、細長い島、島に建物はあった。いいえ、ないよね。なんか無人島のような感じがしますもん。島は草で覆われていた。
はい。島の隅々まで草は生えていて逃げ場はありませんでした。あれ、タッチができない。細長い島。島にいたのは男だけだった。はい。誰の力を借りることもできませんでした。なんかライター持っていてよかったですね、これは。あ、風。島の風は北から吹いていた。いいえ、風の方向とか関係ありそうですね。島の風は南から吹いていた。はい。南の風を受けて火は北へ北へと島を焼き尽くしていきました。ゆでり続き、草、火事。火事が発生した原因は乾燥が原因かな。いいえ、もう関係はないのか。発生した場所は関係があった。いいえ、うん、これいけるかな。一回ちょっと行ってみますか。回答ちょっと難しいですけど、火事が発生した時島に逃げ場所はあった、ない。男は火から逃れるために何をした。焼きました。男が火から逃れるために使った道具はライターです。最終的に男はどこにいて助かった。焼け野原にいたんですよね。やってるかな。あ、よかった。正しいようです。それでは解説を見ましょう。男は迫る火に背を向けると、何を思ったのか自分の北側に広がるまだ燃えていない茂みに自ら火を放った。男のつけた火は追い風を受け、彼から離れるように燃えていく。火をつけた場所が燃え尽きると、男は待ってましたとばかりにその場所へ移動した。すでに燃え尽きた場所であれば、いくら火が迫ってきても再び燃えることはない。こうして男は細長い島を襲った大火事の中で生き残ったのだ。あーねー、そっか、そういうことね。あ、そっか、ね、南から風が来てるから、どん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 北へ北へって燃え広がっていくから、先に燃やしちゃえばいいってことですね。そういうことか。はあ、納得。島全体焼き尽くして火は消えます。問題はその後です。そもそもこの男は一人きりで何をしていたのでしょう。誰か助けに来てくれるのでしょうか。そうなんだよね、なんでここにいたんだろう。漂流したんでしょうかね。それでは今回はここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。